録しぼい、はい、姉のみかです。妹の千春です。よろしくお願いしま す。まあお久しぶりの方もいらっしゃったりなんたりで、久しぶりで暑い中今日はありがとうございます。私たちも久しぶりに鈴木楽器さんにお邪魔しましたら、はい、まあ1階がコンビニになっててびっくりですわ。ねえ、シャンクスだって。今日はね、私今までと住んでたところから引っ越したもんですから、私自身が、はい、フル電車が JR になったわけですよ、うんうん、したら JR の南口出ちゃったら妹と待ち合わせがうまいこといきませんで、私小田急で来たんです。電話して妹がお姉ちゃんマクドナルドと三井住友銀行あるでしょって言うから、いやお姉ちゃんはヨドバシカメラよとでじゃあちょっと待ってって言ったら駅にちょうどですね、はい、若い警察官が2人いたわけですよ。警察官と捕まえまして、すいませんとですね、今妹と待ち合わせができないんですけど、南口は JR と小田急違うんですかと言ったら、違うよと、こう言ってあいてこうだよと親切に教えていただきまして、はい、ようやくたどり着くことができたら、はい、1階がコンビニになってたもんですから、はい、また分からずそうしたら優しい私たちのファンのですね、はい、ヤングなファンがですね、そうなんです、若い若い、はい、平均年齢50歳ぐらい40歳ぐらいのヤングなファンがですね、絶対迷子になると思ったから待ってたのよって待っててくださって、もなんと優しい方に私たちは包まれているんだと感動した次第でございます。それで一緒